宇治川の戦いに勝利した源義経は後白河法皇様のもとへ急ぎ、義仲軍敗れるの方を聞いた源義仲は後白河法皇様のもとへ最後の挨拶に向かった。法皇様、義仲にござりまする。ここを開けてくださりませ。決して御身を害するようなことはありませぬ。最後のご挨拶に伺った次第。お会いいただけぬようなので、ここにてご挨拶させていただきます。この義仲、これまで法皇様への忠誠を忘れたことは断じてありませぬ。ただ、義仲めをご不快に思われたことは、身の不足と致すところ。これより、義仲は、北陸に行きますれば、ただ、ただ、御身のご創建をお祈り申し上げまする。これにてごめん。法皇様、ご無事であらせられまするか。恐れ多くも、源義経、源頼朝公の代官として、誕生をつかまつりました。入られよ。ごめん。ご尊顔を拝謁し、上越至極、これなるは源頼朝公が代官義経にござりまする。義経と申すか。とにかくここの警備を厳重にの。はっ。義仲は京都を脱出しようとするも、瀬田の戦いで今井兼平を破った源範頼軍や義経軍に何度も阻まれて、その数を減らしていった。さて、目の位。ここは我らが、殿はお早く。まる。思えよ、よくぞこれまでついてきてくれた。義仲心より礼を申す。お前は女なれば、どこへでも逃れよ。自分は討ち死にする覚悟だから、最後に女を連れていたなどと言われるのはよろしくない。義仲公と見た。た。義仲一行は、わずか数日となり、近江の国、会わずあたりにたどり着いた。
そう、今井兼平ではないか。義仲様、運命のお導きであろうか。私はここでしばらく敵を防ぎますれば、あの松原の中でご自害を。都で命を落とすべきであったが、ここまで逃れてきたのは、何時と共に死のうと思うたゆえ、別れ別れになって打たれるよりは、共に討ち死にしよう。武士たるは、平素どんなに立派な評判があっても、最後の月に不覚を取ると、長く後の世まで、汚名が残るものです。取るに足りない誰かの家来によって打たれて、人の口の端にかかるのは残念です。そうよの。義仲公と見た。さらば。殿の邪魔はさせぬ。もはや、これまで。義仲は誰？義仲四天王で唯一生き残っていた樋口兼光は、翌日に義経に捕まり、後に首をはねられました。なお、戦国時代の上杉家家臣の直江兼次は、この樋口兼光の子孫とも言われています。その後、頼朝は人質同然だった義仲の嫡男義高を殺そうとしました。この動きを察知した頼朝の娘大姫が義高を何とか逃したのですが、義高は捕獲されて殺害されてしまった。これを聞いた大姫は病床に伏し、水も喉を通らないほどになってしまった。頼朝の妻、政子は大姫が病床に伏し、気を折って憔悴していくのは義高を討ったためだと憤り、頼朝を責めたようです。7歳であった大姫の心は深く傷つき、その後14年を経ても義高への思いにとらわれてはここに伏す日々が続いたようです。後に17歳になった大姫が一時小康状態になった時、頼朝と政子は頼朝の甥で都の貴族である18歳の一条高義との面談を進めましたが、大姫はそんなことをするぐらいなら深淵に身を投げると一言のもとに拒絶。頼朝はそれ以上話を進めることを諦めたとか。その後、頼朝は大姫の入内を図るなどしますが、大姫は病から回復することはなく亡くなりました。